まもなく9月という暑い時期でございますが、今日は、滋賀県の浅尾、大正町の浅尾シャツを置いて登場させていただいております。昼、朝、年の産地である繊維の産地のまた PR を今後としていただいております。さて、話題提供に入ります前に、先般の記者会見で、障害者雇用の状況について、その時点ではお詫びとともに申し上げなければならないことはないのではないか、本件においては不適切な取り扱いはないのではないかといった趣旨の私のコメントもさせていただいていたところでございますが、しかし調査しますと、確認しますと、ということを申し上げておりました。調査確認の結果ですね、知事部局において、また教育委員会において、手帳を所持しない職員が対象者として参入されていたということが明らかになりました。ここに、皆様方にお詫びとともにですね、このことについて遺憾である旨申し上げ、それからそういったことがないようにこのことも対象としていく旨をお伝え申し上げたいと思います。あの時点では、しっかりと確認できていると思いますということだったんですが、しかし、内容的にきちんと調査した方がいいだろうということで、調査した結果ですね、教育委員会では、19名、知事部局では5名、まあ、うち教育委員会では返納された方が、返納した職員が3名、知事部局では1名、また知事部局においては新たに手帳所持が判明したものが2名ということでございました。まあ、いずれにしても手帳を所持する職員が、そのことで雇用の状態にあるものがですね、厚生労働省のガイドラインにもあるように確認、手帳等によって確認することとされているにもかかわらず、その確認ができなかったということだと思いますので、これは早急に改善するとともに、このようなことが内容に徹底したいと思います。今日はその旨を、県政の経営会議で改めて、状況の報告を受けた上で、今申し上げたように再発防止の徹底とともにですね、この障害を持ちながら働く、障害のある人とない人と共に働くという環境づくりのために、今条例作りも含めて取り組んでいくところでございますので、今後の対応策等について、しっかりと、まあ、制度のあり方も含めてですね、まあ、しがらしくまたしっかりと議論しようじゃないかということを申し上げたところでございます。いずれにいたしましても、いろんな事務の基礎基本になると思いますので、こういう数字というのは、しっかりとこういったことがないように今後も徹底していきたいと思います。その上で、今日は3点の話題提供をさせていただきます。まずは資料もございます。ミシガン州との、米国ミシガン州と姉妹提携50周年を迎えるということでございます。手元の資料と同時に前にパワーポイントの用意をさせていただきました。五大湖に囲まれたミシガンと、母なる湖ベア湖をお預かりするミシガン、これは湖のつながりに1968年に姉妹協定を締結いたしました。以降、延べ1万人を超える方々がお互い両県州訪問し合いながら、草の根交流、草の根の交流で心を通わせてきたということでございます。県内の市長、これは県と州のみならずですね、県内の11の市長がミシガン州内の13の都市と姉妹関係を持ち、交流を続けているということでございます。若干のアップデートによって、旧の省から新たな市になって関係を結ばれているということでございますが、こういう重層的な関係はですね、日米間の長い交流、また多い自治体交流の中でも極めて活発な交流であるという形で
ミシガン州はご案内の通り、アメリカ合衆国の中では中西部を呼ばれるこの赤で印とした地域でございまして、五大湖を挟んでカナダと接している州、総面積は日本の本州より少し大きいということで、滋賀県ははるかに大きい州で、あります。人口が1000万人近いということで、ございますし、北部は自然豊かな観光エリアが多い。南部は GM、フォード、クライスラーに代表されるデトロイト、自動車産業で有名だということでございます。トヨタ、デンソーなど、日系企業も進出しておりますし、近年は自動運転技術の研究にも積極的に取り組まれているということでございます。このようなミシガン州と姉妹協定を締結してから、今年が50周年という節目を迎えるということからですね、昨年と今年と2カ年かけてその祝賀をしようということで、昨年は9月に滋賀県でミシガン州からの施設官およびリック・スナイダー支部知事をお迎えして50周年を祝う式典を行いましたし、その写真にありますようにスナイダー知事と私と書道協会の会長とで湖というこの書を一緒に書いたというイベントも行いました。今年は来月9月7日にですね、ミシガン州のデトロイトで盛大な式典を開催することとなり、そのために私も渡米することとしております。出発は9月5日の水曜日、また9月13日の木曜日に帰国する予定でございます。現地到着後、ミシガン湖岸の町であり、チェリーの産地としても有名なトラバースシティ、そしてヒューロン湖に浮かぶ島マキノート、デンソーなど多くの日系企業が進出しているパトロックビーを順次訪問いたします。その後、ミシガン州最大の都市であるデトロイトにおいて、約300名のご出席で、ミシガン市が姉妹提携50周年記念式典に臨むことといたしております。この場にはですね、滋賀県からの県民施設団、高校生交流訪問団、こういった生徒さんも参加する予定でございます。また、式典前にはですね、スナイダー州知事とともに50周年という節目を迎えて、次の50年に向けた共同宣言に署名を出席する予定でございます。9月8日には、穴場市、これは彦根市の姉妹都市でございますが、穴場市の穴場図書館で開催中の滋賀の書道展を訪れる予定でございます。この場にはですね、先ほどご紹介した滋賀県でスナイダー知事と一緒に書いた湖の書、私も新たに寄付をした書等もここに展示をされているということでございます。9月9日にはですね、ネブラスカ州のオマハという都市に移動いたしまして、こちらも第50回を迎えます日本米国中西部会の合同会に出席をすることといたしております。この会議は毎年東京と米国中西部で交互に開催されている知事レベルの会合でございまして、私も東京で開催されるのにはほぼ毎回出席しスピーチをしてまいりました。このネブラスカにも、同じ中西部でミシガンに渡米中ということでございますので、足を伸ばし参加をする予定でございます。その後再びミシガン州に戻りまして、9月11日にはミシガン第二の都市グランドラピッツで県民施設団の送別会に参加する予定です。会場はマイヤーガーデンと呼ばれる広大な彫刻庭園でございまして、3年前に滋賀の文化財の展覧会スプレンダーズ・オブ・滋賀が開催された場所でございます。ちょうど来月中旬からマイヤーガーデンでは滋賀のアールグリッド作品も含めた展示会が始まる予定でございますので、特別に内覧をさせていただくようにしております。展覧会に合わせて渡米されるこの送別会にはですね、この展覧会に合わせて渡米される国久保典光さん、これは滋賀の作家さんなんですが、国久保さんも同席していただく予定でございます。そして、申し上げた通り9月13日に移行するスケジュールでございますが、50年という長い交流の歴史を作っていただいていること、支えていただいてきた多くの方々に感謝の気持ちをお伝えしながらですね、またミシガン州並びに中西部からも
より多くの方々にしっかり見ていただくように、しっかりと発信をしてまいりたいと思いますので、ご招待の方、よろしくお願いします。続いて、2つ目の報告はですね、発表は、おこしがショッピングサイトを開設しましたというものでございます。昨年10月から、おこしが開設しておりますが、ここしがで取り扱っている商品を中心に、ここしがショッピングサイトを本日開設いたしました。このショッピングサイトではですね、近江牛、古業、近江の実は競馬をはじめですね、72事業者、245品目を取り揃えているということでございます。この中にはですね、後で出てきますが、税込み2592万円の彦根仏壇ですとか、453万円の近江牛1頭も販売しているということでございますので、ぜひ皆様方にもお楽しみいただきたいということでございます。このショッピングサイトはですね、滋賀の名品サイトをすでに展開していらっしゃる滋賀県中小企業団体中央会に委託し、運営をいたしています。サイトの運営、県内事業者への集荷、中央会のノウハウを生かすことができるだけではなくてですね、複数の出品者の商品を購入した場合でもまとめてお届けすることができるという、このメリットを生かしていきたいと思います。実際の購入方法についてご説明いたします。ここしがショッピングサイトトップページの12のカテゴリーからですね、この赤囲いの12のカテゴリーから購入したい商品カテゴリーを選択いたしまして、そうするとこのように各カテゴリーのページに飛びますが、このカテゴリーに特化した商品画像が一覧となって出てまいります。その中から例えばこの船寿司などお好みの商品を選んでいただく。一般のショッピングサイト同様ですね、個別の商品ページには基本的なこの商品の情報が記載されており、ご希望の数量を入れていただくことで購入が進んでいくということでございます。名前や住所などの情報を記入すれば注文完了ということになりまして、あとは商品が届くのを待つだけということになります。商品はおこしがのロゴの入った、これですね、こういう形で届くということでございますので、注文がおおよそ3日から5日程度で届くということでございます。先ほど申し上げた通り、仏壇2500万円の仏壇、450万円の近江牛1頭などですね、注目の商品があるということと同時に、重さ25キロ以内かつ冷凍商品以外を基本的に取り扱うことをしているということでございますし、ハイプライスコーナーも設置しているということでございます。今後ですね、さらに商品を増やしながら、今年度は1000商品をラインナップできるように、さらに取り組みを進めていくということでございます。ぜひご自宅用、ご自分用のみならず、ご親物用などでもお使いいただければということでございます。最後になりますが、ウイシガウイシガ10周年、首都圏で滋賀の食材メニュー店を開催するということについてご案内をさせていただきます。ウイシガウイシガキャンペーン、これは地産地消の取り組みとして始まりましたが、今年9月で10周年を迎えるということを記念いたしまして、東京都内の飲食店、ホテルと県内の魅力ある生産者とが商談交流会を通じたマッチングを行った上でメニューフェアを開催いたします。ここ滋賀とともにですね、滋賀の食材の魅力を首都圏の皆様に届ける応援店、応援のお店として、おいしがおいしがキャンペーンの拡充を図ってまいります。開催場所は東京清井町を拠点に12店舗で開催する。なんで清井町なのかということなんですが、彦根井伊家が紀伊徳川家、尾張徳川家と屋敷を構えたということから清井町という地名になったそうでございますが、そのゆかりも生かしながら清井町で12店舗で開催するということでございます。大見前水鏡、大見牛、大見牛、浅見八茶、杉谷板杉と大見の伝統野菜、またビワマス、滋賀ならではの旬の食材を使った特別メニューを提供いただく。9月をお部屋月間といたしまして、9月1日土曜日から各店舗で随時スタートをいたします。
開催店舗特別メニューなど詳しくは滋賀のおいしいコレクションホームページで紹介させていただきます。このメニューフェアは来たる来年の2月上旬にも滋賀の食材首都圏メニューフェア、これは冬バージョンとして開催予定でございます。こちらの方も合わせてまたご取材やご報告をよろしくお願いします。長くなりましたが私からは以上です。それではただいまから11時10分まで質問をお受けいたします。最初に幹事社さんからよろしくお願いいたします。産経新聞の杉森さん。産経新聞の杉森と申します。所用で来れない川瀬の代わりに、代打で来ております。県民の一人としていつもお世話になっております。私からすみません2点ありまして、まずちょっとミシガン州との姉妹提携50周年なんですけれども、あの湖の縁などで、結ばれていると思われるんですが、あの向こうでも、まあ、外来魚の問題とかで、あの環境破壊みたいなのが進んでると、あの共通の課題とか共通の目標などを改めて意見交換されると思うんですけれども、その中で議題にしたいこととか考えてはることってございますでしょうか。はい、これまで私も4年知事に就任して以来ですね、ほぼ毎年ミシガン州の知事と日本ないしは米国ミシガンで、また時には東京で交流してまいりました。その際はですね、共通の話題として、まあ、やはりベースにありますのは日米関係を大切にしながら世界平和やまた友好増進のために私たちがどう貢献できるのかということがベースになります。まあ、そのためにピーポートゥーピーポーという人と人とのつながりを基礎としたこの重層的で長い西側諸都市学園との関係をしっかりと大事にしながら発信発展させていこうということをよく、スライダー知事とも確認しています、話をします。でその際には我々のこの思いを次の世代に伝えていくことが必要だということからですね、青少年の交流でありますとか、あと文化面での交流、書道やアルビューのさ、さらにはスポーツなどでの交流、そして、経済の取引を含めた交流、こういったことをぜひ広げていこうじゃないかということを常々話していますので、まあ、今回もそういったことを中心に話をしたいと思います。でその、話題の一つとして、まあ、湖つながりで、作られたということから湖に絡む課題についてですね話をする。おっしゃった通り外来魚の問題もございますが、若干琵琶湖とミシガンのその五大湖とは規模が大きく違いすぎまして、また滋賀県内に完結する琵琶湖と複数の州やカナダとも国境を接しながらある五大湖とは少しその話題の強弱軽重で違いがあることはあるんですが、ぜひせっかくこの湖つながりで作られた姉妹友好研修の関係ですので、今回行った時にはこの湖の課題についてしっかりと話をしていきたいと思います。ありがとうございます。あと1点が、すみません、今、ちょっと政府でも話題になっていると思うんですけれども、滋賀県出身の映像クリエイターの杉本智之さんが、北朝鮮に、拘束されて、今、解放され、日本に帰ってきているという報道もありますけれども、滋賀県出身ということで、もしあればなんですけれども、県警や検察など その公安の組織と連携してですね、情報収集や、県として何かバックアップする体制が、整えている、手はずを整えているとかがありましたら教えていただければと思います。はい、今お尋ねの事態については、詳しい情報を申し合わせておりません。また県警からの特段の情報提供ないしは関係者からの協力依頼等も届いていない状況でございます。したがって現時点県として何か対応をということはございませんが、今後もし何か必要なことがあるとすればしっかり対応したいと思います。ありがとうございます。BBC の坂田さんはいかがでしょうか。琵琶湖放送の坂田です。よろしくお願いします。またミシガンの話に戻るんですけれども、50年ということで、まあ、半世紀、この50年間 その成果っていうのをどのようにお考えでしょうか。はい、
ミシガンといえばシガ、シガといえばミシガン、そして、その友好なり交流の歴史を熱く語る方々が行き帰りをされて1万人、延べ1万人いらっしゃるという、このことは大変大きな資源だと思っています。また、これは50年前からあったわけではありませんけれども、その後、20周年を機に、25周年を機に作られたと記憶しておりますが、彦根に、JCLU、ジャパンセンターオブミシガンユニバーシティという、このミシガン州立大学連合日本センターが彦根にあってですね、常時、ミシガンの大学で学ぶ留学生が彦根に滞在しながら、市民の皆様と交流して学ぶ機会があるということも大変大きな成果であると思っていますし、ミシガン州を含む中西部とのつながりも、私が知事になってからより密に取りながらですね、いろんな経済連携でありますとか、さらなる関係の構築ということも試行し始めておりますので、今、開催中の書道展を含めですね、マイヤーガーデンで開催されるパールグループの作品展を含めですね、今回は本田人形のミシガン公演も行われるということでございますが、こういったことでさらなる交流発展につなげていこうというこの流れがあることも大変大きい成果だったかなと思います。共同宣言っていうのは、はい、どういった内容を予定されているんでしょうか。今検討中です。はい、冒頭のスライドにお示しいたしましたとおり、1968年ロムニー知事とジョージ・ロムニー知事と滋賀県の野崎知事とがミシガン州で姉妹州協定書に調印をされておられます。50年の節目ですので、これらをどう発展させるのか、また次なる50年にどんな決意で、高校生で、歩んでいくのかということが知るせればという観点から今協議調整中でございます。それではただいまから皆様に質問をお受けいたします。よしも、ミシガンセンター20周年の記念でございましたので訂正させていただきます。ミシガンセンター JCMU はミシガン市が20年の節目で、開設された。だからこちらは30周年になっています。それで皆様から質問をお受けいたします。挙手をお願いいたします。NHK の鶴本さん。NHK の鶴本です。先ほど初めにおっしゃった職員の障害者雇用の水増しの件ですけれども、その障害者手帳の確認、必要なところのその確認が、怠っていたということが原因ということですが、それを、再発防止のために、取り組むということですけれども、具体的にはどのようにして再発が防止できるんでしょうか。どのようにされていくんでしょうか。
障害のある人、あるなしに関わらず、とりわけ障害のある人たちが職場で能力を生かしていくということも一方で重要であると思っていますので、そういった観点からですね、どういう確認の仕方がいいのか、また今障害者雇用対策本部、私が本部長で、県庁のみならず県内のこの障害者雇用をさらに広げていこうという取り組みをするさらにですね、同種の悩みをおそらく企業の皆様がお抱えになると思いますので、今回の我々のこういったいただかったことをぜひ教訓としながら、企業の事業所の皆様方のいろんな取り組みにも反映ができるよう、我々がこういうことになってているのも大変おこがましい話ではありますが、しっかりと生かし広げていきたいなと思っています。他いかがでしょうか。京都新聞中修さん、すみません、京都新聞中修です。よろしくお願いします。先ほどの質問の関連なんですが、はい、昨日の会見では長い方で、36年前からですね、手帳がない状態で障害者と算定して国に報告してたというふうなことなんですけれども、本来であれば、厚労省のガイドラインができた段階で手帳を現認すべきだったのですが、そこからも数年間ですね、手帳を確認せず、当時のものが正しいという認識で、ずっと放置し続けたというふうなことになると思うんですけども、そのことに対する知事の認識をお聞かせください。今おっしゃったように、過去採用をされた方、そして長年働いてきた方、障害があると思っていたけれども、実は手帳を持っていらっしゃらなかったり、もしくは返納されていらっしゃったということが今判明した。ガイドラインはもとないにあったので、その時点で確認すべきではない。私もそう思います。しかし結果的にその確認ができておらず、自己申告であったり、過去の数字の積み上げの中で、その数字がきちんと確認されないまま、今に至っていたというのは残念です。すみません、先週の会見で、知事は当時は問題はない、現時点で問題はないとおっしゃってたわけなんですけれども、その時点で省庁の方で問題が発覚してから数日が経過してたと思いますが、その間要は確認調査をせずにそのような現時点ではないと思うというふうなことをおっしゃられたんですが、結果としてですね、そのことについてはどう思われますか。大変申し訳ないことだと思います。その時点ではすでに省庁と一部地方機関等でも数の違い、水増しではないかと言われる事態が報道されておりました。本件では大丈夫だということを問うたところ、大丈夫だと思いますということでしたので、本件ではお詫びとともに申し上げることはないと思うと、不適切なことはないと思うと、この場で申し上げましたが、結果的に1週間たって、適切な確認ができていない事案があったと申し上げなければならないことは、非常に残念であり、またいかんことだと思っています。そのことも含めて、お詫びを申し上げながら、今後こういったことがないように、しっかり確認の上、発表に対応をしていきたいと思います。そのほかいかがでしょうか。時事通信の小島さん。通信小島です。先ほどの障害者雇用の関係ですけれども、今回のことを契機に、先ほどもちらっとおっしゃいましたけれども、障害者雇用の拡大について何かお考えになっていることはありますか。はい、まず障害者雇用を拡大していくということは、これ国においてもまた本県においても進めているテーマです。しっかりとこれからも法律にも基づいて、今県が定めようとしている条例にも基づいて、障害のある人はあるなしにかかわらず、とりわけ障害のある人たちがその持っている能力を生かし伸ばして、働いていただく、こういう取り組みはしっかりと進めていきたいと思っています。だからこそ、その基礎情報である、どれだけ雇用されているんですか、働いていらっしゃるんですかという、この統計情報は基礎資料にもなるですので、その信頼を揺るがしてしまったということについては、本当に申し訳ないと思いますので、そういったことも含めて、
してるところじゃないかと